金森ずっとです。ケイです。シェップ。スーパーボール再現してみたー。現在カタールワールドカップが行われております。はい、そして今回スーパーゴールを再現するのは日本代表の初戦、日本対ドイツで行われました、はい、浅野拓磨選手のニアハイツドン。はい、あれはすごかったよ。日本を歓喜に揺れたよ。あれはドイツに勝つってすごいね。誰が勝つと思った、ほんまに。ほんでコスタリカに負けるからな。もうここは帰れないんだよ。まあこれ上がる頃には多分スペイン戦終わってるんで。終わってますね。どうなってるか分かんないですけど、突破してるでしょ。もうこっちだとしてはもう応援するしかできないの。そうなの、パワーを送るしかない。ということでもう再現しましょう。はい、パワーを送りましょう。もっと日本代表の再現をしたいです。はい、再現をさせてください。ということで本日は浅野拓磨を僕がやらせていただきます。で、何ですか、板倉選手の。よく似てるって言われますから最近は。誰にもキムスンギュ選手も。俺はあのロイヤー、ロイヤーマニュエルです。あ、ずいぶんと小さいですね。マニュエルですか。後ろから来たボール前向きでワンタッチ、ツータッチ、スリータッチです。あ、スリータッチ目で。そうそうです。あのボール結構スーパーボール、ほんまにぬるって入ってる。おー、入ったみたいな。やってみましょう。よいしょ、イエイ。ちょっと風がむずいね。よっ、うまい。ナイスキー。よっ、うまい。トラップうまいな。ナイスボール。めっちゃ曲がるわ。うわっ、絶対うわっ、うわっ、うわっ、ナイスボール。ナイスボール。ナイスボール。うわ、今の感じじゃない。うわ、めちゃくちゃトラップ良かったよな。トラップ上手すぎだろ。そう。めちゃくちゃタッチ良かったのに。イメージ悪くない。キーパーもビビってます。怖い、こっちが狙ってる。あー、パリーボール
うえー、荒い完璧だったけど今ないもん。いやー、なんでかいやー、ボケいやー、なんでかいやー、ボケあー、惜しい。難しいよ。50分ぐらい。終わりがむずいや。
おい、あ、俺逃げたわけだから当たりに行ってる。あらいで、リシャルリソンの時もそうだけど、ワールドカップバケモンしかいねえ。やりきったよ、やりきった先にあるんだよ。ゴール直前のところで何回も滑り、もうやっぱね、道のりは長いですよ。いやー、よう決めたな。あれはすごいよ、ノイアー相手に。これ以上に日本代表は頑張ってますからね、我々の再現。いやもう俺らのなんか、へよ、これスペイン戦の前に撮ってるんでどうなるか分かんないですけど、はい、まあ、最後までしっかり応援して、ワールドカップは4年に一度なんで、それ楽しみましょう、皆さん。はい、はい、ということで、あたしょ、あたしょ。